おはようございます。今日はですね、僕休みなんですね。今日仕事休みで、朝から一日中引きこもってました。外に、内野の散歩以外外に出ていないという、家の中にしかいなかったので、今日のアイスは買い置きをしていた大好きなこのルートビアのアイスクリームをここで食べます。嬉しい。早速食べてみます。はい、うまいんだよねこれが。でもちっちゃいんだよね。はい、多分ね2つ。それでは今日これを2口で食べてみます。はい、いきますよ。マウイ、めっちゃうまいわこれ。二口目いきます。無理すれば二口でいけるけど、まあ三口がちょうどいいかもしれない。三口目です。3口で終わっちゃうアイスクリーム、ある？信じられない。いやー、もう一個食いたいけどやめとこう。美味しかったっさ。ないやはダメだよ、ごめんよ、ないや。最近ですね、僕の動画で、サブチャンネルで、ナイヤチャンネルっていうのがあるんですね。うちのナイヤちゃん、僕の愛犬のナイヤちゃんばっかり撮ったチャンネルなんですけど、ナイヤチャンネルの方でフリスビー今特訓してるんです、ナイヤと一緒に。はい、その動画を上げてね、めちゃくちゃよくできたので、もしよかったら、あの犬好きな方がいてフリスビーこうやってやってるところなので、そういうの好きかもしれないと思う方がいましたら、ぜひ遊びに来てください。ね、これ4日前に出したんだけど、まだね32回しか見られてないので、もしかしたらこれを見てる方で、まだ見てない方、もしかしたらいるかもしれないので、よかったら見てください。上手にできたんですね。ナイヤちゃんめっちゃ頑張って、すげえジャンプしてるし、めっちゃ楽しい。僕なんかもう何回も見ちゃったぐらい上手にできたので、はい、犬好きな方いましたら、見てください。はい、そして今も特訓してますね。昨日の夕方もちょっと行って、特訓してビデオを撮ったし、一つのことをやり始めるとそればっかりやっちゃう方なので、これからナイヤとフリスビーの動画が結構出ちゃうかもしれないですね。はい、何だよ。ナイヤです。ナイヤがですね、はい、これがナイヤです。僕のナイヤですね。2日前、昨日シャンプーしました。めっちゃいい匂い。まあ本人はね、これ気持ちいいと思ってくれてるかどうかわからないけど、でもじっとしてね、洗わせてくれてますからね。ああ、いい匂い。ああ、よかった、よかった。あ、そうだ。
飲みの薬も塗らないといけない。なあなあや。それでは皆さん今日も一日、楽しみましょう。僕も、もちろん楽しみます。いってらっしゃい。アフイホー。Okay.